ね、あの第1ヒート第2ヒートが終わりまして、10分間の休憩の時間なんですけれども、ちょっとね今の走り第1ヒートでちょっといい走り見せたかなと思ったんですけど、第2ヒートでちょっとまさかのコースアウトをしてしまったということなので、今急いで第3ヒートに向けて改造しております。まずこちらの方に教えてもらいましょう。シンクさん、急に振られた。これね、急に振りましたね、私ね。びっくりした。よろしくお願いします。ちょっとシンクさんにいろいろ教わってコースアウトした理由も含めて、すいません、本当チャンピオンなのにごめんなさい、本当に、ローラーを下げた方がいいと、はい、ちょっと高すぎるのかなっていう。ブレーキさっき触ったら結構効いてる感じがするんですよ。はいはいはい、はい、いや本来ここのコースってブレーキいらない。これあれですよね、前に走った時ってブレーキつけてました。つけてました。あー、つけてて、つけてて負けてるのかつけてました。なるほど。先ほどのシンク師匠に、教えていただきまして、ローラーを下げるということなので、一度さっきはローラーの利きがローラーが高すぎてコースに入りきらずに、こうローラーの効き目が効かずに飛んでいってしまったということだったので、右側のどうやらローラーを下げればなんとかいけるんじゃないかというシンクチャンピオンの師匠のアドバイスを受けて、今右側のローラーを下げることにしました。ちょっと高さがねこう違くて、いつもはいつもなんかこう全部同じ高さでやってたんで、ちょっと新たなるなんかこうちょっと緊張していますけれども、この後どうなるでしょうか。まずこのビスがちょっと飛び出てるのが心配ということなので、これをちょっと保護して、そして下のテープを張り替えて一度走らせてみたいと思います。公式大会も行けますよ。ちょっと本当に公式大会もマジで次こそは。
力といいますか、パワーがちょっと足りないなってちょっと思ったので、はい、今のハイパーダッシュ3からパワーダッシュにして、この改造とともにちょっと馬力強めで持久力強めで次第4ヒート走らせたいと思います。スタートしたらごめんなさい、シンクさんの責任です。